西宮市立郷土資料館文館ラジオ和紙、学習館は日本の兵庫県西宮市にある和紙の製造工程や歴史、文化を学習するための施設である。西宮市北部のラジオ地域では江戸時代から多くの画家に陳重されたラジオが安否しが製造されている。本館は1989年11月、地域の伝統産業である。 ナジオワシの歴史と製法を学習し、時代に継承することを目的に、西宮市立ナジオ小学校の付帯施設として、西宮市立ナジオ小学校ワシ学習館の名称で開館した。2004年からは、西宮市立郷土資料館の文館に編入され、ナジオ小学校のみならず市内や近隣の小学校からも体験学習を受け入れている。地上2階建てで1階には、 和紙作りの実習室や事務室2階には関連資料の常設展示室が設置されている。施設への入館は無料だが、紙すきの体験学習を行う場合は材料費が必要。JR 西日本福知山線、西宮奈潮駅からは西へ徒歩20分。もしくは宝塚駅か西宮奈潮駅から阪急バスの下山口、有馬、桜台方面行きに乗り、 ラジオ小学校前は指定で下車。ありがとうございます。